はい、ということで、はい、今日は、前回までのアイアンで、素晴らしい、いやいやいや本当素晴らしいのだったね。素晴らしい、うん、有田君見習ってね、ちゃんと。有田もすごいけど、うん、その理解力が有田の、まあ、5倍から10倍ですね。でも有田でも結構早い方なんですよ、実は、うん、でも1回で3個言ったら全部できちゃうんだよ。それは普通できないんですよ。これはまあもう持ってる才能としか言いようがないし、はい、今日はでドライバーなんですけど、はいはい、もうやっぱり飛ぶ、まあまあ、アマチュアだけ飛ぶっていうのを知ってますから、まあ、それよりも、まあ、ちょっとこの間みたいなスイングを、はい、でちょっと見させていただいて、やっぱりスピン量アイアンの時と同じようにちょっとできてないかなっていうので、コントロールが今日はちょっとスイングをまたドライバーを、じゃあやっぱりあれですか、はい、この間の教わったこのちょっと低めの感じでこう、もうそれはもう続けてドライバーも一緒、はい、やっていただいて、これはアイアンとドライバーってまたスイングは別ですけど、クリガンさんにとってのその体の使い方っていうのはもうこれは同じだと思います、ね、はい、まずそれをちょっとやっていただいて、はい、今日はちょっと雨で寒くて、うんうん、アゲンストなんで飛ばないですけど、はい、よろしくお願いします、はい、頑張ります、はいはい、よろしくお願いします、はい、じゃあどうぞ。もうちょいやっぱり右足の蹴りと後背筋の、ね、そうですね、アイアンの時はやっぱりちょっと動きが小さいんですけど、ドライバーの場合今度アークって言ってこの仕事をするこのインパクトゾーンも長くなってくるので円がまあ大きくなります。そこを使うためにはさらに右足の蹴りが必要になってきます。ちょっと内側にバンクした状態で、その時に同時に左の後背筋で、そうです、はい、だからこの間前回ちょっとカメラ回ってないところで大立プロが胸をこう回してってください、はいはい、あの動きをやっぱり胸郭を使いながら続けて、そう、回転し続けたところです。素晴らしい素晴らしい。でもまだ、まあ、ちょっとこう球が、でもボールスピード上がってきてるもんね。最初60ぐらいだったのが63。まあ、まあ、ドライバーの今の最適なバックスイングがあるとすれば、バックスイングがクリカンさんピッチングでしたらあんまり変わらない。それはどういうことかというと、今クリカンさんのアドレスの位置から頭の位置がほとんど変わらないか、もしくはドライバーでも少しこうやって下がる癖があるんですよ。下がる癖ということは、この、まあ、胸郭をこうやって動かして打っていくために、じゃあ、まあ、バックスイングは助走としましょう。助走がちょっと小さい状態、うん、もっと右の肩をどっちかというとバックスイングは引き上げたいんで、ぐらい、ね、どっちかというと頭は微妙に高くなってしまう。簡単に言うと、ここから構えていただいて、こう引き上げていきますから、あ、ごめんなさい、ぐわーっとこれ持たないでいきますか。で、この状態でもいいです、はい、あ、そうですね、もうちょい後ろなんで、こういう高さが欲しいんですけど、むしろこうやって沈んであげちゃってるんですよ、はあはあ、なので詰まるんですよね、少し、うん、インパクトはクラブが長くなってくるとちょっと詰まる感じがあるんですよ。もうちょい、もう例えば尾崎直光さんがジェットさんとジャンボさんに対抗するときに、はいはい、やりましたね、やりましたね、やりましたね、はい、あれじゃないと戦えなかったわけですよ。あの感じは実は今の、はい、みんなアメリカツアーの選手が飛ばしてくる距離がモンスター化してきたので、そこに通ずるものがあるんですよ。飛ばし屋の2人がいたんで、こっから上げてやったやったグーってきて、うん、今度こっから飛び上がる、やったやった、あれのバックスイングは助走としては最高なんですよ。直美さんの真似も昔やったことあってこう本当に、はい、似てる、もう似てる、もう似てる、もう直美さんしか見えない。そう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 、ほらほら、だからこれってなんか触れるじゃないですか、おりゃっていう感じ、あの助走が欲しいんですよ。ちょっとこう沈んでる感じ。なるほど、こう弓をここでゴムを引っ張るように、まあ物理的に言ってもやっぱり位置エネルギーとかこう重力を使う、高く上げることによって
ああ、いいですね。スピードっていうか、はい、そう。一回は、もう後天反応でとんでもないとこ行きますけど、はい、まず助走を大きくしてほしいな。こう行こうとすると、はい、なんかこのさっきのこっちの感じが抜ける気がして、なんかこれ抜けてもいいと思いますね。全部右足伸びてもいいよ。ああ、伸び、あの足の伸びや、ね、うんうん、あのさっき繰り返し言ったさっきのは、うん、つま先に乗っちゃってるからこういう風になるだけで、それでもっとこうしてくださいって言ったんで、今のは伸びててもちょっと少しかかと気味にいけば問題ないです。で、今の選手ってみんな結構足伸ばす選手多いんで、ダスティン・ジョンソンなんか背が高いけど、ブワーこっちもう伸びちゃってるんですよね。そうです、そうです、はい、こう腫れてる感じ。はあ、もうなんだよ。やっぱヘッドスピードはどんどん上がってるね。やっぱね。お、うん、やっぱりヘッドスピードは確実に上がってる。まあ、真空クワラベルとして、その小池博士が言うように。うん、もう足の動きっていうのはすごく良くなってるんで、あ、ちょっと正面で見てください、はい、あ、こちらで大丈夫です、はい、要はちょっとこっちに振ってからこうやって戻したら結構大きく振れます、はいはい、だからこう少し連続するよ、こうこうバーンと打てれば多分直道さんのように動いてる。で、別に直道さんってそれでも曲がらなかったじゃないですか。そうですね。ということは別にこう上げてもしっかりいろんなところがもう守れてきてますから、慣れてくれば逆に飛んで曲がらなくはなりません。どっちかというとさっきのだとうわって詰まったりもするんで、あ、そうだ、器用だからピュッて使えばチビもするし、多分腕を使っている時間がなくなると思いますね。おいおい、あ、伸びた。今バックスイング一番大きい。腫れてる。OK, OK。もう、今バックスイングだと。例えば、栗川さん、昔その、中堅さんのモノマネをおそらくしたときに、はいはい、こうやったと思う。やったよ。あれって、こっちすごい腫るじゃないですか。うん、もう、だって、入るときからこうなの。めっちゃ似てる。強烈や。うん、もうアッパーに打ちますよっていう、こう、感じが出てて、で、やっぱり、あの、もうジャンボ軍団の人たちは、もうこういうスイングはもう絶対しないんで、ぐわー上げて、こっちだ。そうですね。でも、あれでも、実は本当にちゃんとできれば、すごくいいことなんで、バックスイングを、ちょっと中堅3みたいな。強烈や。オッケー。これが今良かった、ね、うん、もっとグリップ緩くていいです。左グリップすごいね。左グリップもっとゆっくり、あ、緩くていいですよ。そしたらもっと振れますよ。オッケー。何が今良くなったかというと、やっぱまずこう高いところに行ってるじゃないですか。で、最初それだけの時はちょっとこう行ってたんですよ。で、さっきの金子中堅さんの言った瞬間に、要するに今風で言うとサイドベントとか側スって、はいはいはい、ちょっと右側に少しこういう動きが入って、それで逆にこうアッパーに入れられてロフトがちょっと立った感じなんで、どっちかというとやっぱりアイアンの時は左後背筋でこう行きたいんです。あ、行きたいです、ね、ドライバーの時は今言った感じのちょっと右にこういう感じだったんです、はあ、モノマネした時の感じ、はあはあ、それでちょっとやってみてください。どん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 、いや、もともとはい、こういうタイプだったんで、で、
こういうのが多くて減ります。こっちが出て、うん、それでも今のちゃんとスイングできれば別にこうやってもやってもいいね全然これの方が逆にパワー使えるもんね、はいはい、もう全然やっていいと思います。多分 G ピンはなくなると思う、はい、で逆に実は体ってこっち行くとどん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 クラブがこうキャストしちゃうんですけど、体って後ろにあると人間でだんだんハンドファースト打てるようになってくるので、多分これ続けていくとロフトが立ってくると思います、うん、そうです。そう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 、まあ、ボールスピードはまた上がったし、どんどん67。いやそれっていうかこれ上じゃないですか。そうそう、俺と変わんなくなってきちゃった、ね、いやボールスピードがスピードがちょっとおかしいです。だからいいってことです。身体能力すごいんじゃない、やっぱね、ちゃんとしたスイングするとどんどんスピードはもう平均的に66とか7なんです。いやもうこれやっぱり1段階上がったね。上がったね。やっぱ30、本当30ヤードだね。今の感じだともう本当に数字的には30ヤード違うね。30ヤードぐらい違う。最初の動きとね。今日はちょっと本当天気残念。はい。67はやばい。まあ要するにこう当たるってことは実は足を使ってる状態なんですよね。多分あのリンゴの見ていただいて1、2、3、4、5やったじゃないですか。はいはい、ああいう感覚でやっぱり重要なのは1、2、3、4なんですよ。そう、4、5なんです。4、5ってことは1、2、3、4。そう、その時に4、5って4の時って右なんですよ。そうするとこっち側でやっぱり右足のこの蹴りで飛ばせる。1、2、3、4。どっちかというと栗川さん見てるとやっぱり3でさばいてる感じがあったんで、1、2、3、4。そう、その時にその4の時に後輩キム一緒にこうくくるとさらにロフトがどんどんどん立てられてる。これ足使ったらこれまたさらに飛びそうなんだよ、ね、うん、よし、その感覚でちょっとやってください。はあ、すごい。セミカーみたいな。セミカーに飛び出すのはあ、すごいすごいすごい。でもあの部分、うん、あとはやっぱりロフトのどのぐらい立てるかってことで、多分あの今の状態だとまだロフトが開いてる、そう開いてる状態ですよ。ただ右左曲がるような感覚はなくなったんで、意外とこれさっき小田原プロが言ったやっぱちょっとこの辺から引きずってくる感じもあっていい。そうそうそう、あった方がいい。すごい、また67だ。これまだ少しヘッドがこういう来る感じがあるじゃないですか。そうですね、でこれって即席でちょっとあの、はい、立てる方法としてはバックスイングするときにちょっとヘッドを遅らしてみてください。要するにそうそうそう、最高。これを使うとロフト立てられますか、いくらか。そうだね、コックちょっとアリーコック気味だもんね。そのくらいまず足から体から胸から行って伸び上がってクラブを置いて、そうそうそう、このぐらいでいきましょう。林先生ですよ、林先生。そうです、本当そうです。はいはい、はい、そうそうそう、出だしそれです。そうです、スタートだけ林先生で。おおいいっす、いいっすよ。球があんだけ浮いちゃうのにボールスピードがさ上がるっていうのは高いしね。僕らボールスピード出すと低めに打ちますから、でもそんだけヘッドスピードが、あーでもすごいな。あのできるだけ今手で送らせてるじゃないですか、少しこうやって、はいはい、じゃなくて体を生かして、そう体で足の動きでちょっと送らせてくれあ今のぐらい遅れるんですね。今本当遅れたじゃないですか。すごいすごい、あれが普通ぐらいと思ってます。やば、距離やばい、めちゃすごい。うわこれ多分栗川さんコース行ったら今までよりも出て越えなかったバンカーの先行ってたり行きますね、します。キャリーも出るし、ここからちょっと引っ張ろうとして、あまだ手ですね。今手でこうやってるでしょ。もう完全に体で行こうとして、そう
そうそうそう。この時に体に、そう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 。ここからです。そう。もう一回こう。そう。股関節から。ここから痛いと。はい。これです。ははは。ここにだ右の股関節広背筋にグッと入ってくる感覚。それを今度左の広背筋で打つよ。ははは。これでしょ。うんうんうん。だってさ、今のいいバックスイングしたらチーピンじゃないじゃん。え？チーピンじゃないじゃん。チーピンじゃないよね。やっぱりバックスイングでも引き上げる動き、引く動きですね。そう。はあ。勉強になるな。うわあ、バックスイング完璧。完璧。完璧。すごい。だ、結構日本のコースってすごく狭いんで、日本のプロだとスプーン持ったりドライバーをこうコントロールしたりするんですけど、アメリカのプロにインタビューするとドライバーどうやって振ってるんですかって、そんなの死ぬ気で振ってるよって言うんですよ。それぐらい振らないとやっぱり7500ヤードのパー70は無理です。やっぱり松山はすっごいこんな足になって、ね、やっぱあれぐらいのフィジカルがもう最低条件なんですよね。でも栗川さんこんだけ体も柔らかいし、実はこうベラベラ喋っちゃいますけど、僕らでも筋力と柔軟性っていうのはもう加齢とともに絶対落ちていくんですよ。でも脳から筋肉への信号っていうのは80歳でも上がるらしいんですね。例えば物が落ちた時にこうやって動けとか、うん、っていうことはどっかしら練習行った時に万振りを最後の10発とかしといた方が絶対いいんですよ。落ちない。だからウリアはやってもいいんだよね、うん、だ守るべきところをちゃんと、まあ、テイクバックをちゃんとした上でのウリアじゃないと、そうそうそう、多分こっちだけで打っちゃうじゃないですか。ウリアってテイクバックして、例えばちょっとクラブ外してもらっていいですか。で手こうしてもらって、これでバックスイング、はい、入ってください。そう、こういうことですか。もう入りがすごい、めちゃくちゃ。これはこれ、このそうするとここ使うでしょ。あ、もうちょっといけます。もうちょっといけます。そうそう、このぐらいいかなきゃいけない。その時にまだヘッドこみあるぐらいの、はあそのくらいちょっとヘッド置き去りにしてラグを使って。ああ、ナイス。これくらいだからいいね。いいです、うん、でこれ多分例えば栗川さんが、あ、ちょっと右腕の通過遅れたなとか頭でもう分かるようになってきちゃえば、うん、次ちょっとグリップ、そうね、うん、引っ張るの早くとか。はあ、だからちゃんとさ、左行った後にもう一回ミスをしないところはすごい感性。確かに。いや、こんだけ足トークやっぱり広背筋使えてきたら、いや完全に裏っ側になりましたね。ゴルフは前だったのが、いや本当だね。いや、だから林先生がすごいなと思うのは早かったですよね、こうやってペッペッ。そうそうそう。今のアメリカのプロって見てるとみんな速くないですか。ジョン・ラームとか早いよね。もうそういう人いないよね。バックスイングとか速くした方が実は速くなるんですよ、ヘッドスピードが。あと誤差がなくなる。そう、誤差がなくなるんですよ。で、速くするのも博士が言ったように手じゃなくてここで上げれば速く上がりますよね。そうです、そうです、そうです。まあ、あまりにも速すぎるっていうのはこのオーバードゥーイングですよね、はダメですけど、変な話、何も考えないで来て、そうか、博士ここから出せたら、はぁ、はぁってやったら、バチーンっていく可能性は。同じ動きするしね、うん、手打ちしないから。リピート性も高まります。操作ができないもんね。しげちゃん、237。やばい。本当だ、本当だ。この天気だから。やっぱり、お気に入ってた時って209とか210でしたから、うん、26ヤード変わっちゃうと、基本的にはもう攻め方変わりますよね。わあ、そのイメージいいっすね。そういうことです、そういうこと、そういうことです。そうです、そうです。ちょっといつでもまた来てほしいね、はい、うわーい、あー、すごいすげえ自分のものにしてます、うん、いや、これものにしちゃうのははっきりと俺より僕で博士の言ったことを半年かかったんで、それ多分2ヶ月ぐらいでいっちゃいそうな気がする。俺なんかできちゃうね、うん、本当にね、うん、いやー教わりたい。一つずつだったもんね、俺ね、博士にね、うん、やっと最近右足が蹴れるようになった。今日で5個くらい言っちゃってるんで、しかも一応全部理解して、だって今こうやってこうやってくださいって言ったらこうやってやりだしたもん、うん、そうそうです、そうです。でその時にやっぱ使う筋肉が変わっていければ、うん、あとは本当にダイナミックロフトが揃ったら、うん、あとまたボールスピード3、4上がる、うん、上がるね。そうそう、ちょっと恐ろしいですね。恐ろしいです、はい、本当に。ちょっとまた
出しゃばり男が、いやいやいや、教えて、変な話、さっき打ってたのよりも、はい、僕が本当に飛ばしたい時って小池に教わったのが、もっとだってバックスイング早くしてって言われたんですね。今まで僕どっちかというとスーパチンって言ってたんですけど、これをもう変な話、この感じでパンパチンってこうやって打ち始めたら、ヘッドスピードが2、3、あとはもう芯に来るだろう。でそれの方が曲がらないんですよ。 OB は減りました。こうやってこの時間が減ればね、減ればいいです、はい、余計なことしない、そこを減らすことです。こう言ってもきっちりこの足が動けなければきっとこうやってきちゃうと思うんですけど、もう今多分何をやってもパーンとこうやって当たると思うので、うん、まあループする時間もないよね。ない。そしたらなるほど。なんかもうリッキー・ファウラーとかみんな速いじゃないですか。なんか、はいはい、あれってあんな速く振れないよっつってるけど、こっちで弾けば速く弾けるし、こう行けば速く振れるし、リピート性は高まるし、ここ一番なんかプレッシャーかかった時も余計なことを考える時間は減りますね。なんか失敗するとみんな早いよっていうのは日本人のなんか風習で、アメリカではそう言わないですよね。リズム悪いようになるから。だからやっぱり松山君がマスターズ優勝して結構ゆっくりめじゃないですか。あれでも速くなってるんですか。でバックスイング早いよな、ここ。そう、実際は早いんだよ。だけどみんな松山君の真似してっていうと急にこうゆっくりから上がりもゆっくりってやるじゃないですか。まあ、あの上で一回止まってってる感じ、ね、感じがするんだけど、こうやって入ってますからね。入ってます、ね。行ってこっち行ってる時間があるからね。はい、ありますね。やっぱりそれでももうどんどん速くなってるんで、あのスイングのリズムもっと速くていいですね。そしたらもっとスピードが、ほら、はい、暴れなんかこうがむしゃらに振ってるって言ったじゃないですか。あの時って結構速いじゃないですか。うん、あのスイングスピードがリズムが、あれがやっぱ欲しいですね。うん、今今日言ったのをどれだけ早くできるかですよ。伸び上がるのも、そうやってクラブを置いてくるのも、そうです、広背筋引っ張るのもどれだけ早くできるかです。あ、ナイス。今のが一番タイミングいいですね。今度そうしたら、うん、まあ芯じゃないからだけど、あのぐらい入ってもう何にもできないですよ。何もできない。こうしようとか、うん、ないもんね。今もうリッキー・ファウラーに見えてきました。そうですね、右の腰から、右の腰から。そしたら気づいたらもう左後背筋だよね、うん、バックスイングしたら。そうそうそう、どう下ろそうっていうことを。だからモノマネするときって結構間をいっぱい取るけど、もうモノマネできないような感じ。自分のスイング、バックスイングしたらもうすぐ左後背筋、ゴルフ上手くなってきちゃったらモノマネゴルフができなくなっちゃったんです。それまずいじゃないですか。いやでもね、そんなことない。俺らよりキャパがすごい。オーケー、いい、はい、もう速さが、うん、もし栗川さんがこの機械がついてるとこ行ったら14度15度の打ち出し角を目安に、ね、ちょっとめちゃくちゃ打たせてしまいました。いやいや、あの小池、今からマッサージしてください、はい、いやいやいや、いやいや、ありがとうございました。いやいや、もうすごい、ちょっとアイアンからいろいろ、普通だったらね、1ポイント、2ポイントなのに、うん、はい、もう2人がかりで、そうです、何ポイントも言っちゃったけど、それは全部理解していただいて、いや嬉しい嬉しい。いや、栗川さん、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。もう本当に本当に勉強になりました。ああ、いつでも来てください。そうですね、本当に本当に来ますよ。はい、はい、全然。でしかも、はい、マサヤの大おすすめ、本当だ、秩父を使ってたというのは、はい、これ YouTube でやったんだよね。秩父とか言ってね、マサヤ、マサヤ君、高橋マサヤ君見てたら、栗川さんに秩父あと10本来てください。いや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 、ありがとうございます。はい、またあの、はい、一時期悪くなる可能性もありますけど、はい、あの、はい、今日いただいた、あの、今回ね、3回分でいろ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 教わったことが、そうですね、はい、まあ、宿題だと思って、いや、もうやりますよね、やって、またこれがちょっとできたら、はい、他に何か悩みが出てくると思うんで、その時にまた質問していただければ、はい、さらにあのエイジシュートが近づく。10歳上の先輩にこれだけの球を打ってもらうと、うん、僕らもうあと10年生きていようっていう気になる。生きていようって、生きていよう、生きていようっていうか、あの振りを現役でね、はい、うん、頑張ります、はいはい、ありがとうございました。じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。高評価とグッドボタン、何でしょう、あ、言ってくれた、ね、グッド、いいねボタン、いいねボタン、よろしくお願いします。連打、連打、連打してもいいです。
一回消えちゃうからね。そうですね。ありがとうございました。